ねえ、何分経った？来ないね、みやびとカイさん。まさか。もう少し待ってみよう。まだ僕を送ったメールに気づいてないのかもしれないしね。だけどそんなことも言ってられないわよ。こうしてるうちにも何かがあったら。もう少しだけ待って、それでもダメなら警察に。私行ってくる。こんなところでじっとしてる間にもカイさんが危ない目に遭ってるかもしれないじゃない。え、橘さん、無茶はダメだって。桃井くん。なんだよ忍、早く行かないと橘さんを見失っちゃうよ。それは分かってる。でも悪い、遅くなって。ちょっと遠くにいたからここまで来るのに時間がかかったんだ。よかった、来てくれて。あ、どうした？そんなに大事なことなのか？うん。で、至急話したいこととやらは一体何なんだ？とても大切な話よ。だから心して聞いてほしいの。なんだか真剣な話みたいだな。二体目の死体が発見されたのよ、この園内でね。死体？その死体、あなたたちと無関係ではなさそうなの。彼が持っていた携帯とストラップは、あなたが持っているものと全く同じものだったのよ。そう、アルファベットまで全く同じ。同じって M のアルファベットだったってことか？そして彼のリュックの中にこんな手紙が入っていたの。それは本当のことなのか？本当だよ。僕も見たし、疑うなら警察に聞けばいい。そうか。さて、ここからが本題よ。どうぞ。あなたは爆弾犯行グループのメンバーではなく、今回のオフ会をハッキングで知った部外者。違うかしら？どうしてそう思った？シルバーが手に持っていたカードだよ。あれはメンバーの中に
メンバーの仮面をつけた部外者が混ざっていることを意味していたんだ。でも証拠は？証拠はあるのか？証拠は…みやび、君の携帯ストラップを見せてもらえないかな。そうきたか。やっぱり君がこれを見せた時、何か変だと思ったんだ。騙しきれると思ったんだけどな。ちょっと甘かったか。君は一体どうしてこんなことを。ちょっと待ってくれ。一つだけ言っておくが、俺はシルバーもその秋田という少年も殺してはいないからな。俺が何をしたのかは俺の口からきちんと説明させてくれ。彼女が言った通り、俺はハッカーだ。だけどいつもはそんな個人的なチャットを覗き見るようなことはしない。だって面白くないからな。じゃあどうして。俺も普通の高校生だ。たまには同年代の奴らがどんなことを考えているのか知りたくなることもある。ちょっとの間彼らと同じチャットルームにいたんだ。だけど一週間ほど見ない間にあの5人がいなくなっていたんだ。残ってた奴に聞いたら別に専用チャットを作ったらしいって聞いてね。どんな話をしているのか気になってちょっとだけ覗いてみたら。爆弾を仕掛ける話をしていた。いや、俺が彼らのチャットに潜り込んだ時にはもうその事件は終わった後だった。ただ今日この場所に集まるって話をしてたから、どうせ暇だし顔でも見てやろうかと思ったのさ。一つ聞きたいんだけど。何かな。いつみやびを名乗って彼らのメンバーになりすますことを思いついたの？それは今日ここに来てからだよ。え？これはあのメンバーが待ち合わせの目印に使おうって話をしてるのをチャットで見たから買っておいたんだ。今日ここへ来る途中に買ったのさ。自分の名前渡るの W をね。渡る、それが君の本当の名前なのか。最初からみやびのふりをして合流するつもりなら M のストラップを買うだろ。俺はここに来て初めてみやびが現れないことを知ったんだ。その時自分が買った W のストラップを見て、これを使えばみやびのふりができるかもって思ったのさ。まあいたずら心ってやつだな。それはわからないわ。 M がなかったから W で代用しようとした可能性もあるもの。君はどうしても俺を犯人にしたいらしいな。そうだ、このストラップを買った時のレシートがある。これはアリバイにならないか。
このレシートが本物ならアリバイになるかもしれないわね。疑り深いんだな。俺がそんなに信じられないか、めぐる。わたる。やっぱり信じられないみたいだな。信じられるものなら信じたいよ。でも、あなたはハッカーで、しかもメンバーの中に紛れ込んでいたことは事実なのよ。疑いはそう簡単に晴れるものじゃないわ。まあ確かにそうだな。しかも今日が初対面だし、信用しろっていう方が無理な話か。一応そのレシートは預かっておいてもいいかな。これか。俺が俺の身の潔白を証明してくれればいいけどな。このレシートが本物だったら、彼が秋田という少年を殺すことは不可能ね。改めて考え直さないと。そうだ、橘さん。電話で呼び戻せばいいじゃない、推理の仕切り直しだって。そういえば橘さん、直人さんから電話がかかってきた後、携帯の電源を切ってたっけ。なんですって、それじゃあ連絡の取りようが。まったく、こういう時に限って。あのどうしたんですか。え、カイさん、橘さんを見なかった。君を探しに行ったはずなんだけど。はい、橘さんにここに来るように言われて。ところで、至急話したいことというのは。橘さんに会ったんだね。で、橘さんは今どこにいるの。わかりません。雅を探すって言ってましたけど。桃井くん、美和子さんは私が探すわ。桃井くんは甲斐さんに事情を説明しておいて。うん、わかった。甲斐さん、落ち着いて聞いてほしいんだけど、実はまた一人少年が遺体で発見されたんだ。え？その遺体はジャングルパークの中で見つかったんだけど、その少年はどうも君たちのチャットメンバーの一人のようなんだ。その証拠は僕のと全く同じ携帯とストラップ、それと でもあの手紙はきっと彼に全ての罪を着せて殺そうとした犯人が書いたものだと思うんだ。それじゃあ犯人はその人が自殺だと思わせるように細工したと。そういうことになるね。そんな、ひどすぎる。そんなことまでして飛び降り自殺に見せかけるなんて。何か少しでもいいから知ってることを話してほしいんだ。どうして秋田という少年とシルバーが殺されたのか、わからないことだらけで。ごめんなさい。私にも
理由がわかりません。あの、すみません、私、なんだか疲れてしまって。そうだよね、ごめん。君もヤマトさんたちがいる部屋に早く戻った方がいいよ。はい、そうします。忍ぶよ。忍ぶ、立花さんは見つかった？全然ダメ、どこにも見当たらないわ。それより桃井くん、私大切なことを見落としていたわ。大切なこと？あんなに何度も読んでいたのに気づかなかったなんてどうかしてたわ。何のこと？あのリュックに入っていた手紙の文のことよ。あの手紙がどうかしたの？もう一度あの手紙に書かれていたことを思い出してみて。しのぶ、これってもしかして？そう、これは1ヶ月前の事件に対して言ってるわけじゃないの。爆弾事件はこれから起きるのよ。それも今日ここで。犯人はこれから起きる爆破事件の罪をその少年にかぶせようとしていたのよ。ここで爆弾事件が起きるって一体どういうこと？今事務所にいるんだけど、ヤマトさんを問い詰めたらやっと白状したわ。今日ここに集まった本当の目的をね。本当の目的って、まさかウォーターアイランドに爆弾を仕掛けるため？そうよ、ヤマトさんの話だと言い出したのも企画したのもリーダーのミヤビらしいわ。爆弾が仕掛けてある場所はもう分かってるわ。これから警察に話して解体してもらうから安心して。それじゃまた連絡するわね。あ、ちょっと待って。もうしのぶ、まだ話は終わってないのに突然。めぐるくん。立花さん、カイさんに会えたの。そっちに行くように言っておいたわ。ああ、ちゃんと会えたよ。それより私は観覧車に行ってくるわ。何かあったらまためぐるくんの携帯に報告するから。観覧車？なんでそんなところに？カイさんにみやびを探すなら上から園内を見た方がいいって言われて。じゃあまた。ちょっと待ってよ立花さん、彼はもう。こんなんじゃ携帯持ってる意味がないよ、立花さん。Thank you.
もしもし、しのぶ？桃井くん？どうしたの？僕、ちょっと桟橋まで戻って、渡るから預かったレシートが本物かどうか確かめてくるよ。え？桟橋まで戻る？桃井くん本気なの？やっぱり僕は渡るが犯人だと思うんだ。それを証明するにはこのレシートから切り崩していくしかないと思うんだ。だけど宮子さんがまだ行方不明のままよ。それに爆弾のこともあるし。ごめん、できるだけ早く戻るから。おじさん！ん？何か用かい？このレシート、確かにこの店のものですか？ん？どれどれ？間違いなくうちのレシートだけど、これがどうかしたのかい？あの、この刻印の時間帯にメガネをかけた少年が買い物に来たと思うんですけど、覚えてますか？メガネをかけた少年？背は高めで髪は短めの。あの子か。覚えてるよ。ミネラルウォーターを買っていったな、確か。ただいま入ったニュースです。本日開園したウォーターアイランドにて、先ほど原因不明の爆発が起き、死傷者が多数出ている模様です。ウォーターアイランドで爆発？このワトソンくん適性診断コーナーへようこそ。今回もまたあなたのプレイぶりを評価してあげるから心して聞いてね。それじゃあ早速評価を開始しましょうか。まずは決断力の評価よ。やるじゃない。この調子ならなかなか期待が持てそうね。次は判断力の評価よ。大して評価が伸びなかったわね。それじゃあ最終評価に移りましょうか。あなたのワトソン君適性はどの程度かしら。まあいるだけマシって感じの助手ね。でもいつまでもこのままじゃ見切りをつけちゃうかもしれないわよ。とりあえず私からのアドバイスを言っておくけど、あなたはもう少し先を読んで的確に素早く判断を下すことを心がけた方がいいわ。判断力の向上はそんなに簡単なことじゃないけど、ここがあなたの頑張りどころよ。それはそうと、私もう爆発はコリゴリなの。次はちゃんと助けてよね。まあ何はともあれ、また会えることを期待して待ってるわ。それじゃあまたね、バイバイ。